あ、ご紹介いただきどうもありがとうございます。環境省の内藤と申します。これまで学長さんからかなり具体的なお話がありましたので、多少端折りつつですね、時間も押し気味なので、今日は環境省が発行しております TCFD のシナリオ分析支援事業の結果を踏まえた実践ガイドについてご紹介をさせていただければと思います。次お願いします。で、今日はですね、経産省さんの方からも TCFD 何たるかという話と意義の話はたっぷりありましたので、そこは端折りまして、シナリオ分析の中でも、シナリオ設定ですとか、物理リスクといった適用と特に関係の深いところに着目をして、事例を具体的に紹介していければと思います。次のページをお願いいたします。こちらももう何度も出てきましたけれども、4つの開示項目のうち、この戦略の中のシナリオ分析というところがまさに肝になる部分になります。で、このシナリオというのも気候のシナリオという意味になります。次のページをお願いいたします。で、そもそもこのシナリオ分析の意義なんですけれども、気候変動のリスクというものが非常に予見が困難だという特徴が挙げられます。真鍋先生がノーベル賞を取られましたし、国際的にも IPCC という科学者のパネルでずっと気候変動の影響については分析がされているんですけれども、気候変動の影響が予見が可能ではなくて、むしろ右側の図ですね、いろんな不確実性があって、どういう世の中になるのかわからないという状況が予想されますので、どういった状況であっても企業がきちんと業務を続けられるようにといったレジリエンスを発揮する必要があるということが言えます。次のページお願いいたします。で、こちらも何度も出てきたかもしれないんですけれども、環境省の支援事業でご参加いただいている企業さんは、大体2種類、2度と4度のシナリオ分析を使われている方たちが多いと思います。左側がいわゆる成り行きシナリオですね。今のまんまのトレンドで気温が上昇した場合に、2100年には4度になってしまう。で、その場合は異常気象と影響が非常に大きくなりますので、企業としてはレジリエントな事業モデル、むしろ災害に強いビジネスモデルを築いていかなければならなくなります。で、右側の方が積極的な対策が取られた場合の1.5度、あるいは2度、パリ協定の目標とする世界になりますけれども、こういったサステナブルな世界になった場合には、むしろそういった事業モデルを企業が用意していかなければいけないと、それぞれの世界像に応じた企業のシナリオが必要になるという意味合いになります。次のページお願いいたします。で、こちらも何度も出てきてしつこくて申し訳ないんですけれども、 TCFD の全体像になります。右側が機会、左側がリスクということになります。で、一番大事なのは真ん中のところで、これらが各企業の経営戦略と財務上どういう影響があるかというところを分析して開示していくというところが TCFD のポイントになります。で、特に適用に関係がある物理リスクのところに、ちょっと着目をします。次お願いいたします。で、こちらも何度も出てきてますけれども、移行リスクの方をちょっとだけご紹介しますと、移行リスクの具体的な中身としましては、例えば政策が強化されるですとか、炭素価格が上昇する、あるいは市場の中で顧客とか、消費者の選考が変わる、そういったリスクになります。で、それに比べて下の物理リスク、これがまさに適用の世界に関連するわけですけれども、こちらが急性と慢性のリスク。で、急性の方が、台風とか洪水のような異常気象の頻度が高くなる。慢性の方がまさに海面上昇といった話になります。次のページお願いいたします。で、シナリオ分析が TCFD で求められるようになってから、企業さんやってみたいという行為も多いんですけれども、この一番上の四角になりますが、まずやってみたいんだけれども経験がないので、どうやってやったらいいか分かりませんですとか、あるいは経営層に理解してもらうのが大変ですとか、あるいはどういうデータ使ったらいいか分かりませんといった声が非常に多く届いております。次お願いいたします。で、そういった声を受けまして、2018年から環境省では TCFD のシナリオ分析の支援事業というものを行っております。で、これまでですね、計約30社ぐらいの企業さんに参加をいただきまして、で、コンサルさんの力を借りながら、実際に、それぞれの業態に照らしてシナリオ分析を行っていただきました。
一番右下のが今年の3月に改訂をして出版をした、実践ガイド 3.0 になりますけれども、こちらでは、シナリオ分析の6つのステップと、あと実際参加していただいた企業さんの事例、あとは外部で活用可能なデータとかツールといったものを、全部まとめてこちらに載せてあります。で、ホームページでももちろん掲載させていただいております。次のページお願いいたします。で、こちらも何度も出てきてますけれども、環境省の支援事業でも6つのステップで、各社さんに実際にシナリオ分析をやってみていただいております。で、アンコのところは2から5のところになるんですけれども、1のところのガバナンス整備というのも実は大切なことになります。まず経営層をきちんと巻き込むということと、あとは CSR 部門だけではなくて、事業部門もきちんと巻き込んで行うといった体制を整備していただくことがポイントになります。で、次の2から5は各所さんの説明の中にも何度も出てきたのでちょっと端折りますけれども、2番のところリスクのまず評価ですね。ここも業態によって本当に様々なんですけれども、調達とか商品企画とか製造物流販売、それぞれのセクターの中でどこにインパクトが大きいのかというのをまず、検討していただいて、3番の先ほどご説明した2度4度といったシナリオを設定していただきます。で、4番のところは事業のインパクト評価ということになりますけれども、ここで一番大事なのも財務上どういう影響があるか、 PL に対してどういう影響があるか、収入とか、コスト、そういったところにどう響くかということを具体的に分析いただくことになります。で、5番目がそれに対してどういう対策を取るか、例えばビジネスモデルを見直すですとか、新しい投資をする、あるいは事業のポートフォリオそのものを、変更してしまうといった対策もあると思います。で、一番下の6のところが、これらのプロセスを全部まとめて分かりやすく文書化した上で、外に対して情報開示をしていくということになります。で、ここでポイントになりますのは、アピールする相手がやっぱり投資家がメインになるということです。冒頭、経産省の小川様からお話もありましたけれども、この TCFD がそもそも投資家が気候変動を踏まえて適切に投資ができるように企業さんに情報を開示していただくっていうためのフレームワークになりますので、やはりここで企業さんがリスクを、気候変動のリスクをどうマネジメントして、実際ビジネスの中で気候変動対策にどう貢献できて、どう成長につなげていけるのかということをしっかりと投資家さんにアピールしていただくのが肝要かと思います。次お願いいたします。で、次にですね、この実践ガイドの中で具体的に物理的リスクを扱ったところが2箇所ありますので、まず例とあとはデータの2つに分けて簡単にご紹介をさっとさせていただきます。次お願いいたします。最初はですね、参加していただいた、企業さんの実践事例の中から、何十社もある中から比較的物理的リスクの部分について特徴のある分析をされている企業さんについて独断で私の方でいくつか選ばせていただきました。次お願いいたします。まずこれオリックスさんになります。で、オリックスさんはもちろん事業の幅が非常に広いので全体を分析するわけにはいかなくてですね、オリックス不動産投資法人さんに着目をして分析をされました。真ん中の緑のグラフをご覧いただくと分かるんですけれども、例えばオフィスとか商業施設、住宅といった不動産を保有して運用するというビジネスを営まれている事業者さんになります。次お願いいたします。物理的リスクのところですね、これ国交省さんのところの話とちょっとかぶってしまうかもしれないんですけれども、平均気温の上昇によるリスクのところで、例えば物件の冷房によって、運転コストが上昇するといった財務インパクトを懸念されていたりですとか、あるいは従業員作業員の業務効率が低下するとか、夏場に工事ができなくなるといったリスクも、考えられています。あるいは異常気象の方になりますけれども、これは一般的ですね。物件の浸水、停電、ただ不動産を多く保有しているとより深刻になるということが言えると思います。で、最後損害保険料の増加といったものもあり得ます。で、ちょっと面白いのは移行リスクの方にもあるんですけれども、建物の、
エネルギー効率規制の強化とか、省エネの基準の強化、そういったものも、ビジネスリスクとして、捉えるとともに、逆にそれがビジネスチャンスとして、そういう認証付きの建物に対する需要も高まるのじゃないかっていうような分析もされています。次お願いいたします。で、こちらですね、適用とあまり関係なくなってきちゃうんですけれども、D と E のところが適用関連になりますが、PL にはこういう影響があるんですっていう分析をされたページも簡単にご紹介します。費用の方にもちろん平均気温の上昇ですとか、洪水の被害といったものが跳ねてくるというインパクト評価をされています。次お願いいたします。次、こちらはカゴメさんの例になります。こちらも食品産業なので、ここが特徴的かなと思うところをご紹介しますと、物理的リスクのところですね、平均気温の上昇だと、その原材料にしている作物の品質が低下したり、収量が低下したりといったリスクですとか、あとは原材料の価格自体が高騰してしまう。あと生物多様性のところになりますけれども、蜂がいなくなることによって受粉ができなくなって調達できなくなる原料があるのではないか。あとは急性の方で水ストレスになりますけれども、食品産業さん水を多く使われるので、こういったところにもリスクを感じていらっしゃるという分析をされています。次お願いいたします。でこちらも引き続きカゴメさんの2ページ目になるんですけれども、各社さん結構ですね、このマイケル・ポーターの5つの競争要因というフォーマットを使って分析をされているので簡単にご紹介します。マイケル・ポーターが言っているのは左側の点線囲いの中だけなんですけれども、業界を中心にして周りに売り手、買い手、新規参入者と代替品で、これに今回特別に政府と投資家というものを加えて、分析を行っておられます。で赤い部分が先ほどご紹介したようなリスクや機会になるんですけれども、この青い部分が守り、緑の部分が攻めで、それぞれ何をやっていくかというようなことを、こういったフォーマットを使って各社さんご議論をしていただきました。次お願いいたします。でこちらは、セブン&アイさんの例になります。でセブン&アイさんも、こういった流れの中で調達、商品、企画、製造、物流、営業といった流れの中でそれぞれリスクを分析されているんですけれども、特徴的なのは次のページをお願いいたします。やはり全国に2万店舗以上フランチャイズのお店を持っていらっしゃいますので、例えば荒川が決壊した時の洪水のリスクをハザードマップを使って実際に分析されたりといったことが特徴的かなと思います。次お願いいたします。最後がライオンさんになります。そうですね、ライオンさんが特徴的だなと感じたところはですね、平均気温の上昇のところをですね、洗剤の需要が伸びるですとか、制汗剤の需要が伸びるといったポジティブな捉え方をされていたりですとか、あと一番下のところですね、自然災害が多くなって防災グッズの市場が拡大するといったポジティブな、評価も行われています。次お願いいたします。実際の実践事例のご紹介は以上になるんですけれども、実践ガイドの後半の部分にですね、物理的リスクのパラメーターツールというものの一覧表を掲載しているので、ごく簡単にご紹介させていただきます。ちょっと字が細かいので本物を見ないとわからないかもしれないんですけれども、例えば平均気温の上昇の中では、作物の、収穫量の変化であるとか、そして労働生産性の損失ですとか、関係するパラメータを一通り一覧表で並べてあります。でそれだけではなくて、その出典がそもそもどこにあるのか、 FAO ですとか ILO ですとか、その出典も一覧表として載せてありますので、実際シナリオ分析をされる企業さんはこちらもご参照いただければと思います。最後のページをお願いいたします。でシナリオ分析ですね、非常にレベルがまちまちになります。初めてシナリオ分析をされる企業さんもいらっしゃいますし、何年も繰り返してレベルアップをされていく企業さんもいらっしゃいます。ですので環境省で作成している実践ガイドもレベル別に記載を分けております。で一番大事なこととしては、できるところから始めていって、だんだんレベルアップをしていていただけるとありがたいなと思います。少し早めに終わりますけれども、以上になります。ありがとうございます。